結局頼むのはダブルチーズバーガーだ。クールポコのいろいろやっちまったな。どうもクールポコのです。レンちゃんです。けどなんすか、はい、いきなり何ドア頭から何なんですか、なんかありましたか。いやもうねバーガーだっつも、もう今月からねそういうなんかちょっと、格言みたいなこと、まあ格言じゃねえけどなんか思ったことを言ってこうみたいな、冒頭にそういう始まりにしようかなと思って、俺が言った言葉は結局頼むのはダブルチーズバーガーだ。ダブルチーズバーガーだ。まあいろいろ季節のバーガーね、マック行ったら出てきますけど、悩むんだけど俺大抵ダブルチーズバーガーにしちゃうんだよ。月見もいかない。月見も出てもいや月見うまそうだなと思うけど、もう口から出る言葉はダブルチーズバーガーになっちゃう。グラコロもグラコロもってせんちゃん言ってんじゃん。だから先はそうなんだ、大体そうなっちゃうって俺は。なっちゃうんです。なっちゃうんだね。せんちゃんあるな。せんちゃんさ月見好きだよね。俺月見系好きなんだ。せんちゃん月見始まると毎年月見始まったよねみたいな俺に呼びかけてる。ざわざわしちゃう。別にあれいらないから、あの CM とかでも別に見てるし。そう、ダブルチーズバーガーだ。まあそうダブルチーズバーガー派だけど、月見の情報は別にせんちゃんからじゃなくて他から入ってきますんで。そう、あと別にマックからも別にマック通りますし、クラコロもいらない。グラコロも大丈夫です。センちゃん、いやグラコロセンちゃん言わない。なんか毎年月見始まったよねみたいな言うじゃん。月見分かった、じゃあ言わないように、月見はね別にそんなに言わなくて大丈夫です。ああ、分かりました。ダブルチーズバーガー派だと格言ね。じゃあ、はい、行っていこうこれ。さあ、行きましょうか。番組ではですね、皆さんからの感想相談何でも教えてほしいので、この番組ではツイッターハッシュタグを用意しています。シャープクールポコいろいろ、クールポコはカタカナ、いろいろはひらがなで、シャープクールポコいろいろでつぶやいてください。そしてまたお便りなどのメールでも募集しています。アドレスはすべて小文字で cpi@good.jp cpi@good.jp まで。はい、この番組ではいろいろなお便りを募集しております。嬉しかったこと、驚いたこと、怒っていること、不思議な出来事、何でもいいんで送ってください。お待ちしてます。電話番号、お名前、話したいことを書いて送ってください。待ってますよ。待ってます。もういろいろこう一般の方と絡んでいこうと、まあ、何でもいいですから、ね、何でもいいから送ってください、ぜひ送ってください。それでは一旦 CM でーす。